最近なんだか体が重たい。気のせいかな。お腹も出てきたような出てきてないような、気のせいかな。久しぶりに体重測定してみるか。ふう。4月のとある日のことであった。何気なく体重計に乗った俺はその数字に驚愕してしまった。なんと見たこともない数字を叩き出してしまったぞ。1年前くらいは確か100キロの大台に乗るか乗らないかで右往左往していたというのに、衝撃の 113.4 キロ。これは非常にやばいです。そうして俺はダイエットしようと心に決めたのでした。とりあえず目標は110キロを切るところから。ご褒美は必要なので110キロ切ったらチートデイにしたいと思います。以上、妄想のチートデイでした。1日目、ソーミシャンタンです。スープでお腹いっぱいにする作戦です。あとはお味噌、ニンニクチューブ。さすがにこの体重はやばいですね。俺も焦りを感じました。食べることもお酒を飲むことも大好きなので、無理のない程度にダイエットしていきたいと思います。ざく切りにした小松菜、たっぷりのキャベツ、ダイエットの強い味方のえのきです。とりあえず野菜をたっぷり食べていれば痩せるんじゃないでしょうか。あとはスープに入れて煮込むだけ。かさ増しに白滝も入れましょう。豚肉は食べやすい大きさにカット。長ネギは斜め切りにしておきます。痩せるキノコ、舞茸も使おうと思います。珍しく本気モード。110キロ切ったら好きなものを思う存分食べるぞ。楽しみがないと頑張れませんからね。おろしニンニクです。味付けは簡単に味ポンにお任せ。さっぱり美味しい炒め物です。久しぶりに罪悪感ないおかずだな。オクラはさっと湯がいておきます。めんつゆです。日本の水道水、ジャパン。生姜チューブです。カットしたオクラをめんつゆにつけるだけ。野菜たっぷり、白滝で作る味噌ラーメン。白滝1袋30円、キャベツ適量20円、小松菜1株22円、もやし1/2袋15円、えのき1袋33円、合計120円。めんつゆにつけただけ。簡単オクラのおひたし、冷凍オクラ適量30円、豚こまと白ネギ、痩せるキノコ舞茸のポン酢炒め。舞茸1パック33円、長ネギ1本43円、豚バラスライス 60g60円、合計136円。合計286円の1日目のダイエット晩ご飯です。お腹空いて余計なもん食べちゃうと意味がないから、量はちょっと多めです。俺なりにいつもよりカロリー控えめなつもりです。明日の体重測定はドキドキしますね。ちょっとでも減ってたらモチベーション上がるんだけどな。2日目、起きてすぐの体重測定から。ガーン、 1g も減ってません。お酒も抜いて晩ご飯もヘルシーにしたつもりだったのに。これはお弁当から変えなきゃダメかな。まずは作り置きのサラダチキン、鶏胸肉5枚を使ってまとめてサラダチキンにしておきました。あとはカットしたオクラとオリーブオイル、ポン酢で和えるだけです。ご飯は 150g ずつ冷凍してました。ダイエット中のお弁当のご飯は少なめにします。この前食べた和子丹おにぎりが恋しい。作り置きの漬け玉ねぎ、サラダチキンとオクラの和え物も詰めていきます。あとはゆで卵。俺なりのダイエット弁当、気合い十分です。ゆで卵1個15円、漬け玉ねぎ10円、
オクラとサラダチキンの和え物19円、合計44円のお弁当です。夜は夜でヘルシーにしなきゃね。豆腐はレンジで水切りしておきます。ほぐしたカニカマ、今日も食べよう。マイタケです。とりあえず一旦体重を減らさないと。きっとあっという間に120キロ超えちゃうね。ひひ。本出しです。日本の水道水、酒でございます。みりんです。お醤油です。カニカマとマイタケに火を通します。片栗粉でとろみをつければカニカマ和風案の出来上がり。お豆腐にかけていただきます。次はスープ。スライスした玉ねぎ、透明になるまでレンチンしておきます。酒を飲むときはスープは飲まないけど、ダイエット中は汁物があると満足感が得られるね。玉ねぎだけで作るオニオンスープです。コンソメです。塩コショウ。本日の晩御飯が出来上がりました。お弁当の残りのサラダチキンとオクラの和え物です。明日は減ってると信じて、自家製サラダチキンとオクラで作るさっぱりポン酢和え、残り物90円、体がポカポカしてくるよ。温やっこのカニカマ和風あんかけ、絹ごし豆腐1丁40円、カニカマ1/2本40円、舞茸1/2パック16円、合計96円。新玉ねぎだからとっても甘いよ。オニオンスープ、玉ねぎ1玉53円。合計239円のダイエット2日目の晩御飯です。明日は減ってると信じて頑張るぞ。チートデイに何を食べるか、今からワクワクしています。春とはいえ、夜はまだまだ肌寒い。体も温まる晩御飯でした。3日目、翌朝の体重測定。ドキドキ、ドキドキ。112.1キロ、113.4キロから 112.1キロ、 1.3 キロ減りました。数字に現れてくるとやる気が出てきますね。本日もダイエット弁当からいきましょう。まずは卵焼きです。味付けは簡単に白だしのみ。ダイエット中でも大好きな卵焼きはやめられない。前はお弁当のお米は 1.5 合か2合くらい入れてたから、少しくらい好きなおかずを入れてもいいよね。カニカマ巻き巻きした卵焼きです。最近は毎朝体重計に乗るのが楽しみになってきました。ずっと体重計に乗るのが怖くて放置していたのがいけませんね。なんか体が重たい気はしていました。減らすのは大変なのに、増やすのはなんでこんなに簡単なんだ。メインのおかずは豚こま肉です。鮭でございます。お昼もこんにゃくでボリュームはあるけど、低カロリーなおかずを作りたいと思います。カロリーゼロなのに味付け次第では美味しいおかずになる糸こんにゃく。豚こま肉を炒めていきます。そこへ糸こんにゃく、鮭でございます。お砂糖ちょっと、お醤油です。みりんです。すき焼き風な味付けです。ダイエットのついでに減塩も心がけていきたい。本日も 150g のお米です。何のふりかけ使うか、密かな楽しみです。水分をしっかり飛ばした豚こま肉と糸こんにゃくのすき焼き風、彩りの卵焼きも添えれば完成です。あちゃー、我慢できずにマヨネーズ。お弁当の後も働くからちょっとくらいいいよね。糸こんにゃくで大満足、豚こまのすき焼き風弁当。豚こま肉 100g69 円、白滝1袋40円、卵1個15円、カニカマ1/4本20円、合計144円のお弁当です。今日の夜ご飯を作っていきましょう。ブロッコリーはさっと茹でておきます。自家製サラダチキンを食べやすい大きさにカット。
鶏むね肉をまとめ買いした時にサラダチキンを5枚作っておきました。薄めの味付けにしているのでアレンジ自在です。あっさり和風ドレッシングで和えていきます。食べ応え抜群でお腹いっぱいになりますよ。お腹が空いている時に何もないと手軽に食べられる麺や白米に頼りがちになっちゃうから、こうやってサラダチキンを作っておくといいですね。減塩も気持ち心がけようと思っているので、ブラックペパーをたくさん使います。日本の水道水ジャパン白だしです。生姜チューブ、もやしでかさ増しして満腹大作戦です。卵も入れましょう。痩せるキノコマイタケ、こちら毎日のように食べてますね。お腹いっぱいになりそうなもやしのスープができました。ダイエット中はやっぱりスープ必須だね。豆腐にマヨネーズ、さらにお味噌を混ぜていきます。クリーミーで大満足のお豆腐グラタンを作ります。チーズを乗せてトースターで焼けば、見た目はそのまま美味しそうなグラタン、トロトロで最高。他の野菜を入れても美味しいです。さらにバーナーで炙って見た目をランクアップ。本日も満腹になりそうな晩ご飯ができましたよ。サラダチキンとブロッコリーの和え物、ドレッシングで簡単に。冷凍ブロッコリー 200g 67円、サラダチキン 100g 43円、合計110円。もやしとまいたけのスープ、卵もポンして満足感アップ。まいたけ1/2バッグ16円、もやし1/2袋15円、卵1個15円、合計46円。お豆腐の味噌マヨグラタン、チーズと味噌のコクでお豆腐でも大満足。絹ごし豆腐 200g 20円、ピザ用チーズ適量10円、合計30円。合計186円のダイエット晩ご飯です。豆腐だけどクリーミーで美味しい。ダイエットご飯にもだいぶ慣れてきましたよ。夜中にお腹が空く日もあるけど頑張ろう。4日目、恒例の体重測定からいきましょう。 112.1kg から111.8kg になりました。マイナス 300g か。停滞期かしらね。5日目、 111.9kg、 なんと 100g も増えてる。なんで？6日目、 111.3kg、 思ったより減らないな。7日目、 111.2kg、 こんなに体重あるんだからどんどん痩せると思ってたよ。110キロ切ったらチートデイにしようと決めていたけど、いつになるんだ。8日目、 110.3kg、 停滞期を脱出したのかな。この調子で頑張って110キロを切るぞ。この日も野菜たっぷりのスープから薄切りにした長ネギとキャベツ。最近はお野菜を食べているのでなんだか体の調子もいいような気がします。偏頭痛がひどかったのもちょっと楽になった気がする。日本の水道水ジャパン、お醤油です。鮭でございます。金の鶏だしです。半額の鶏つみれで簡単に鶏団子スープを作りたいと思います。ボリュームたっぷりですね。そこへたくさんの野菜を入れて煮込んでいけば完成です。これだけでお腹いっぱいになりそうだな。続いて厚揚げを焼いていきます。毎日食べているオクラです。日本の水道水本だしです。お醤油です。みりんです。鮭でございます。片栗粉でとろみをつければあっさり和風のオクラの出来上がり。こんがり焼いた厚揚げにたっぷりかけて、こちらも大満足メニューですね。今日も食べますよ。痩せるキノコ舞茸です。
ざく切りにした小松菜を合わせておきます。オリーブオイルにニンニクチューブ、小松菜と舞茸をさっと炒めていく。味付けはシンプルにお醤油、塩コショウです。ふわふわ鶏団子が美味しい、野菜も取れる満腹スープ。鶏つみれ 280g 180円、キャベツ適量10円、長ネギ1本43円、合計233円。カリカリ厚揚げオクラあんかけ、厚揚げ2分の1パック40円、冷凍オクラ5本24円、合計64円。舞茸と小松菜の醤油炒め、シンプルな味付けでも美味しいね。小松菜1株22円、舞茸1パック33円、合計56円。8日目のダイエット晩ご飯、合計353円です。さてここらで体重測定を挟んでみたいと思います。やりました、109キロです。 113.4 キロからマイナス 4.4 キロ。とりあえず第1回目目標は達成しました。ということで気合を入れて1週間ダイエットをしてみました。今まで調味料もお砂糖も大量に使い、お酒に合うよう濃いめでこってりの味付けが大好きでしたが、この1週間大好きな揚げ物も控え、お砂糖も控えてみましたが、体の調子は本当に良くなったと感じます。俺の体は食べたものでできてるんだな、そう実感できた1週間でした。もちろん俺の趣味は料理であり、食べることであり、酒を飲むことです。もちろんそれらをすべてやめることはできないので、動画を撮影していない日はなるべくヘルシーにして少しずつ体重も減らしていこうと思います。とりあえずの目標は100キロですね。第1回目の目標は達成したことですし、次回は盛大にチートデイをしたいと思います。お肉に揚げ物、締めのラーメン、今からワクワクが止まりません。ところで皆様に少しお話がございます。こうやって YouTube 投稿している俺ですが、ついに両親に YouTube をやっていることが知られてしまいました。もともとこういうのには疎く、俺がやっている副業の動画編集というものもよく理解していませんでした。両親は YouTube の存在自体も知らなかったのですが、俺の姪っ子、つまり妹の子供から聞いたようで、結論はというと母ちゃんはすごく怒っていました。そもそも YouTube が何か分かっておらず、俺の動画を見せられた母ちゃんからは、なんでテレビに出とるとね、なんで家の言葉全部話したと、お母さん恥ずかしくて島におれんよと言われてしまいました。全部消してよとも言われました。父ちゃんからは、悪い言葉しおらんならよかたい、正雄がやりたいようにすればよかよと言ってもらいましたが、やはり年齢的にも驚き動揺したと思います。父ちゃんは持病を治療するため、妹の家に母ちゃんと二人でしばらく滞在しています。離島からでは通院が困難なためです。おそらく俺が投稿した動画は父ちゃんと母ちゃんも見ると思います。なので裏物語の投稿をするのをお休みにしています。父ちゃんが元気になったらちゃんと家族で話し合って、この YouTube があったから俺は人生が変わったと思っているので、理解してもらえたらなと思っています。48にもなって定職にもつかず、これからの人生どうなるんだろう、結婚もせず彼女どころか休日に遊ぶ友達もいない、家に帰れば一人寂しくご飯を食べるだけ、こんな毎日を変えてくれたのが YouTube でした。おかげで皆さんの応援コメントをいただき、本当に本当に励まされました。美味しく食べて楽しく生きる、皆様のおかげでそう気づくことができました。小さな幸せに感謝して生きていけるようになりました。きっといつか母ちゃんにも理解してもらえると信じています。ダイエットも頑張りつつ、たくさん食べてたくさんお酒も飲む、楽しく料理をして楽しく生きる動画をお届けしたいと思っております。これからも応援してもらえたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。